久保さん罠の戦争にしましょうか、罠の戦争。今ね、あのドラマでやってるんですけど、罠の戦争っていう草剛さんがやってるやつで、ちょうどね、あのネットフリックスでも見れるんですよ。で、えっ、ー、と、なんかその、まあいろいろあって、その議員に立候補してね、当選するっていう、うん、当選したんですよ、ちょうど。 で、その時に、まあ、いろいろあって、その、国会議員っつのは、なんだっけな、セリフ、なんかのセリフであるんですけど、まあ、その、ずるくないと。ずるくないとやってらんないとはぎな、なんだっけな、ちょっとうろ覚えですけど、要はその、なんか、まっとうにやってるとやれないみたいな、なんかそういうセリフがあって、まあ、昔からもね、いろいろその、票をもらう上で、票をもらう上でいろんな、まあ、あったと思うんですよ。 まあ、裏金的な部分だったりとか、まあ、その根回しだったりとか、まあ、表に出てる部分もあれば、表に出てない部分もたくさんあるだろうし、で、まあ、そうやって、まあ、当選するみたいな話ですよね。<laughs> うーん。だから、まあ、なんすかね、うーん。まあ、それは暗黙の了解みたいなあ、ある部分もあるわけじゃないですか、多分。だけど、ガーシーみたいな議員が出てきて、もう、 その暗黙の了解とかも全く関係なくバンバン行かれたらちょっときついっすよね <laughs> だからやっぱ潰したいんでしょうね、まあ、単純に関係ないですよね暗黙、まあ、日本にいねえしそもそもあのいくらでも捨て身を打てるというか、うん、関係ねえみたいな感じでその第三者の視点でこう闇を暴くじゃないですけどもまあそれができるのがまあガーシーさんかなとは思うんですよね 他のだから逆にその日本にとどまっていたら日本の,その村八部されるというか、うん、村,にボコ村の人にボコボコにされるけどもあの村の人もドバイまで行けねいみたいなね <laughs> で今はインターネットがあるからどこでも発信ができていあのい発言権があるっていうことですよねもし発言権がないんだったらそもそもそのガーシーさん当選してないじゃないですか 要は、どこでも発,発言権があって、どこでも発信力、発信が伝わるっていうところがあるから票を集めてるわけじゃないですか。だって、ガーシーさんって多分、まあ僕、選挙見てないですけども、多分、そのね、日本の選挙みたいに、その、演説カーでガーシーさんがぐるぐる回って、なんか、ウイスジョー書いて <laughs>、やってないですよね、多分ね。おそらく、多分、YouTube でなんかやってたと思うんですけど。 多分もう、まあすいません。選挙見てないんでわかんないですけど、多分やってないですよね、ガーシーさん。でも、それで票を取れるってことは、時代は変わってるってわけですよね。昔はなんかその演説して、カーで、ウグイス状で、あの、なんかね、まあちょっとうるさい部分あるじゃないですか。<laughs> 正直。一票お願いします、お願いします、お願いします、お願いします。来ましたみたいなね。まあ、あれがね、昔ながらの、なんか、 あれなのかもしれないですけど、い、うん、ってらっしゃい。